今回は1988年にコナミから発売されましたコナミックスポーツインソールをやってみたいと思います。このゲームは何かというと、オリンピックのソウル大会をモチーフにしたスポーツゲームとなっておりまして、先に発売されましたハイパーオリンピック、ハイパースポーツの流れを組む続編的位置づけのゲームとなっております。全部で14種目ありまして、基本的には各種目で目標タイムやスコアをクリアしないと先に進めないというシビアな仕様になっていまして、当時はですね、難易度の高いゲームとされていました。そんなこのゲームを頑張って金メダルをいくつ取れるかを今回やってみたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。ゲームスタートです。モードがいくつかあるんですが、オリンピックモードで進めていきます。ですね、で、チームがいくつかあるんですが、まあ、ここはまあもちろんというか、日本でやっていきたいと思います。あらかじめ言っとくとですね、僕ですね、まあまあこれやってきましたんで、若干得意ではあるんですけども、ガチ勢でもないので、全種目金メダルってもう無理だと思うんですよね。まあ、ただなんとかね、頑張って、全種目いいメダルの色を目指すべく、やっていきたいと思います。で、ただですね、このゲームやったことある方はわかると思うんですけども、なかなかね、難しいんですよ。ハイパーオリンピックとかハイパースポーツは結構連打で何とでもなるんですけども、このゲームももちろん連打は必要なんですが、連打以上にですね、なんというかタイミングとかがすごく問われるゲームでして、なんとか食らいついていいメダルの色を、獲得していきたいと思います。今回ですね、プレイ時間がやや長くなることが想定されまして、まあそのためですね、動画も長くなるとは思うんですが、チャプターをご用意いたしますので、まあ好きなところに飛んでですね、ご覧いただけますと幸いでございます。もうそろそろね、この入場シーンが終わるとは思うんですが、終わりましたね。予選の1日目、フェンシングですね。浜田さん、フェンシングは結構簡単でして、まあ、近づいてですね、射程範囲内に来たら、胸をこうズブッとやれば、簡単に勝つことができます。ちょっとやっていきましょうか。まあ、いろいろこう、上段、下段、中段と、はい、こう防御もできるんですね。こんな感じで。はい、じゃあちょっと、まあ予選ということで、ここから本気出しますね。こうですね。こういう感じですね。射程範囲内に入ったら一気にこう胸にこうスッといく感じですね。こうですね。あ、いや、うまくいかない。はい、こんな感じですね。これをこう繰り返していけば、もう簡単に勝つことができます。こうですね。どうですか？このゲームですね、対戦モードもありまして、対戦モードの、フェンシングはもうめちゃくちゃ熱くなりますね。ちょっと、はい、もうこんな感じでですね、簡単にフェンシングは勝つことができます。はい、次は三段跳びですね。これね、めちゃくちゃ難しくて、ここで諦めたっていう方結構聞くんですよね。僕昔はですね、これなかなかうまく跳べなくて、僕もですね、ちょっとやりますね。はい、まず連射でこれパワーを貯めます。もう連射パッド使ってますんで、はい、で B ボタンで飛ぶんですけども、着地のちょっと手前でボタンを押す感じなんですよ。あー、ちょっと浅いか。いや、厳しいですね。これね、15m を超えないとゲームオーバーになっちゃいますんで、いけっかな。これね、ファールもあるんですよ、これ。よいしょっと。あ、いい感じですね、これ。よい。あ、これは結構いくと思う。あっ、危ない。 OK、 16m12。 これね、ジャンプがちょっと可愛いんですよね、これ。可愛いですね。さあ、3回目。
もうちょっと行きたいな。ファールはやだよ。オッケー。これはいい。50度ぐらい。あ、これいいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。よいしょ。あ、これはめっちゃ飛んでる。やばい、これ。19メートル80。めちゃくちゃ飛びましたね。いやー、鬼門のですね、三段跳びが無事、クリアできましたんで、次がですね、自由形ですね、100メートルの渡辺さん。これですね、スタート時に実はですね、クロールかバタフライ選べるんですけども、まあ、クロールのが早いので、普通にやりたいと思います。はい、あるあるですね。4回までフライング許されますんで、スタートむずいんですよね、これ。はいはい、もう定番の遅れなんですけども。で、これ A ボタン連打で泳いで B ボタンで息継ぎなんですけども、よいよい、まあ A ボタンがポチポチ連打しながら B ボタンも一緒に押せばですね、まあ普通に進みますので、まあ、50秒切ればいいかな今回は。よし、なんとか勝ちましたね。はい、なんとかですね、このクオリファイ、目標スコアを全部クリアできましたので、これでようやく次のブロック2日目に行くことができます。フェンシングが5対1で、三段跳びが 19m80、自由形が48秒25と。で、1日の競技が終わるとこんな感じでエキシビジョンが遊べるんですけども、ハングライダーと、このアームレスリング、腕相撲が遊べるんですが、これはですね、クリアに全く関係がないものですね。まあ、一応ですね、遊んでみたいと思います。まあ、特にですね、これスコアを出したところで金メダルがもらえるっていうわけでもありませんので、まあボーナスタイムというか、まあそんなようなもんですよね。このですね、ハングライダーはまあ結構簡単というか、障害物とかに当たらない限りはですね、まあ着地はうまいことできるかなと思うんですね。右端の丸、サークルの真ん中に近ければ近いほどこう得点がもらえるという、そんなものですね。さあ、もうちょいで着くかなっていう感じですが、これです、B ボタンでこう、はい、こんな感じで着地です。なかなか上手くないですか、これ。これですね、もう一回飛べるんですけども、ちょっと長いので、せっかくなんで失敗シーンをまとめてみたいと思います。ご覧ください。はい、次がですね、アームレスリング、こちらやっていきたいと思うんですが、これね、結構癖ありゲームで、もうスピードと連打勝負なんですよ。このゴングが鳴った瞬間に一気に連打で相手をこう畳み込まないと、もうね、勝つの無理なんですよ。はい、次いきますね。ちょっと悪いでいきますね。こう相手に押し込まれるじゃないですか。もうこの状態で押し返すの無理なんですよ、コンピューターの連打が早すぎて。なのでもうここまで来るともう一回負けるしかないですね。ちょっと負けますね。すごい顔だな。はい、まあ、なのでもうゴングが鳴った瞬間に一気に相手を畳み込むのがもうポイントですね、これは。はい、こんな感じでですね、なんか微妙ですよね、アームレスリングは。まあ、ということで、まあ、次の、競技に行きたいと思います。次はですね、高飛び込みですね。これね、僕すごい苦手で、これたまに高得点取れるんですけども、これね、高得点のポイントは
あのこれ飛んでる時の回転数と、あとはこう水に入る時のこう姿勢がまっすぐ垂直であればあるほどすごくいい得点になるんですけども、あ、これダメですね。あ、でも意外にいいな。これわかんないんですよね。これね、水に入る時にこれ体をこう伸ばしてこうシュッと入ると得点がいいんですよ。あ、これダメですね。 4.7。 あー、やっぱりですよね。これね、得意な方いたら本当ね、教えてもらいたいんですよね。僕ね、7点ぐらいが限界というか、よっ、あ、これダメですね、これは。あ、でも6点。これわかんないんですよ、これ。さあ、ラスト。まあ、とりあえず、まあ、目標値はクリアしたんでいいんですけど、まあ、なんかね、もやっとするんですよね。これ金メダル取れるか微妙なとこですよね。まだね、予選なんでいいんですけど。はい、次はですね、クレイ射撃ですね。高沢さん、クレイ射撃もこれね、めちゃくちゃむずいんですよ。ハイパースポーツでもクレイ射撃ってあったんですけども、それよりもね、難しいんですよ。これカーソルを合わせるのが結構難しくて、大体ですね、カーソルをこう動かして、動かすとピッて止まるんですよ。そこがもう狙い目だったりはするんですけども、これね、ただむずいんですよね。ちょっと集中してやりたいと思いますが。さあ、順調ですが。あー、外した。これね、一回でも外すと、これ結構集中が途切れるんですよね。あー、まあ一発外しですね。さあ2回目。危ないな、なんかちょっと怖いな。あー、ダメか。これダメなんですよ、一回集中力途切れるとダメなんだよな。よいしょ。いや、危ないな、今ちょっとずれそうでしたね。いや、これ遠いのがむずいんだよな。よいしょ。いや、近い方がいい、近い方がいい。遠いの苦手。さあ、10分の8。まあ、なんとかこれ予選はクリアできると思うんですけどね。さあ、遠いの苦手。さあ、次。よし。あー、痛い、これ。遠いの苦手。いや、これ真ん中にこれ、危ない危ない。真ん中がいいんですけどね、僕は。真ん中がポーンって出るときあるんですけど、こう、くそ、これこれこれ。あ、これ苦手。なんだ、遠いの苦手なんすよね。遠いのほんと苦手。もう。さあ、ラストですね。7発当てないといけないのか。よし、行きましょう。危ないぞ。さあ、次。よし。4回目と。5回目。OKOKOK。よし、あと1回。よし。さあ、これで予選クリアですね。あ、2連続真ん中来てる。あー。これね、僕、クレー射撃も苦手で。これも後々なメダルの色に関わってきますよね。はい、次はハンマー投げですね。清原さん、ハンマー投げね、十字キーぐるぐる回すんですけど、これ普通にやるとこれね、僕だけかな、もう無理ゲーなんですよ。なのでね、ちょっと裏技今回使って予選突破したいと思います。ちょっと一回普通にやってみますね。これね、パワー貯めづらいんですよ。ぐるぐる回してパワー貯めるんですけど、で、このピカピカ光った時にこう離すと。4メーター12。さあ、ぐるぐる回しますね。ぐるぐるぐる。で、回してですね、パワーが一番低い状態で、この、角度一番高い状態にすると、
最高飛距離が出るんですよ。これハンマー投げはですね、結構ぬるーく、金メダル取れると思いますね、今回は。ちょっと、もう一回ガチでやりますね。ファール。あ、なんかシュッと今なくなりましたね。さあ、高飛び込みが 6.7、クレーシャー域が、40分の35、ハンマー投げが92メートルと。いやね、今回順調です。すごく順調。で、エキシビジョンはもうやりませんので、もうすぐ次の競技いきます。3日目、テコンドーですね。星野さん、テコンドーのですね、攻略方法は、まあ、とりあえず中段蹴りをもうバカスカ連打すれば、まあ、勝てるんですけども、途中ですね、下ボタンと B ボタンで、回し蹴りが打てるんですけども、それがすごい強力で、なので中段蹴りと回し蹴りをこう合わせてもうバカスカやれば結構勝てると思いますね。他のねパンチとかも打てるんですけども、そんな使いませんので、とりあえず中段蹴りと回し蹴りで勝てると思います。こんな感じですね。どうかな、よいしょ、はい、効きましたね。ただこれ体力、相手の体力ゲージを結構削らないと勝つことが難しいので、さあこれもちょっとやっていきたいですね。あ、うおー、なんだ今カウンターですかね。うん、ちょっと危ないな。よ、まあまだでも勝てないだろうな。もう1回ぐらいダウン奪えば勝てる気がするんですけど、結構ね体力減ってますもんね、ダグラスさん。これいけるか。あ、すぐ立った。よいしょ。よし、オッケー。これでね、勝てると思います。よし、オッケー。まあフェンシングとテコンドーはまあすごく簡単なので、うん、まあ休憩みたいなもんですね、僕にとったら。次は棒高跳びですね。棒高跳びも結構簡単でして、連打とタイミングさえ合えば、もう結構な記録が出ますので、まあ、ここはね、もうサクッと記録出したいと思います。で、最初にですね、こう高さ、どうしよう、6メートルぐらいいっちゃいましょうか、これ。棒高跳びはね、結構簡単です。はい、まあ、連打をして、で、ここで押して離すと。よし。これ何メートルぐらい取れば金メダルなんだっけな。結構ね、棒高跳びは簡単に金メダル取れるんですよ。よいしょ。はい、まあこんな感じでですね、どん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 進んでいってですね、3回ミスると、もうトライできなくなると思いますので、はい、しばらくこんな感じでぴょんぴょん飛びたいと思いますので、チャプターを用意する予定ですので、お急ぎの方はですね、次の種目ですね、行っていただければと思います。
さあ、6m16。これ飛べるかな？よっ。ああ、ダメか。さすがにちょっと高いですね、6m16って。さあ、出ました。カヌーですね。矢島さん。カヌーね。難しいんですよ。これカヌーの操作が結構独特でして、連打で前進むんですけども、進みながらこうカヌーがグインとこう回ることが難しくってですね、よいしょ。ポイントはですね、十字キーをこうちょん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 動かしながらカヌーを動かすのがいいんですけども、やばいな。よで一回ですね、カヌーが障害物にこうはまるとなかなか抜け出せないんですよね。いやーこれやばい。いやこれパスワードでやり直して一回練習した方がいいかなってレベルですね、これ。よいやこれ、あとこれ多分ご覧になられてる方はもっとうまくやれとか思うんだろうな。いやこれね、やってみればわかるんですけど、すっごい難しいんですよこれ。やばい。いやーこれちょっと難しいな。よいしょ。で16か、これラストなんですよ。あー2分38秒。あーこれクリアできるかな、予選。さあ、ポイントは4410。やばいっすね。4500を超えないとちょっとこれね、ここでもうゲームオーバーになりますんで、で3行って下がって前、あ詰まる詰まる。さあここは、後ろで行ってで前に行くと、と言って次は後ろからずっと行くと前、あー悪くない悪くない、うん、あさあで10、あ詰まる、あー厳しいか。11 12。さあここはむずいんだよな。どう回るか、こっちから行くか。やばいやばい、詰まって、どうする、回ろうか。よしあー今のいい。あ2分14秒、これさっきより早いから4500ポイントはなんか超える気がするな。4650。危ないなぁ。いや、このカヌーなぁ。何回も何回も、やってはいるんですけど、操作が独特すぎて、なんかね、うまくならないんですよね、僕あんまり。いや、カヌーもちょっと金メダルきつそうですよね。いやーさあ、エキシビジョンはスキップして、さあ、4日目ですね、アーチェリー。橋本さん、これね、アーチェリーもね、風を見ながらこう打たないといけないんですけど、これもね癖あれでむずいんですよね。で風が追い風か向かい風、こんなもんでしょ。結構いいですよね。さあ、向かい風で 7m、 さっきよりもちょっと強く打った方がいいのか。あー違うか。いや調子良くないですか。あまた今度はちょっと向かい風が強い、こんなもんだろう。あちょっと弱くした方が良かったのか。さあ距離が伸びまして、今度は、ちょっと右側に打たないといけないんだよね、これ。こんなもん。
真ん中じゃないの今の。ああ、それたか。今、合計42ポイントか。さあ、ちょっと左側にこれ矢が行っちゃうので、右側に向かって打つと。あ、これ、あ、やばい。2ポイントか。ギリギリ当たったって感じでしたね。さあ、風向きが今度は、右にちょっと行くって感じなんでしょうね。そのまま落ちちゃいけんのかな。ああ、でも結構悪くないですね。7ポイント。あと19ポイントいるのが。まあ、なんとかなるだろいい、いい、いい。オッケー、10ポイント。きがな、少しちょっと上めに。6度。どうかな？いいんじゃん？ OK！ よし、予選これで超えましたね。いや、これむずいな。ちょっと左目に強く打つ。あー、それてるか？それてる。これ一番遠い 90m、 僕苦手なんですよね。ちょっと下に行きましたね。もうちょっと角度上にした方がいいのか。あー、3ポイント。まあとりあえずね、予選なんでいいでしょう。さあ、ハードルですね。安倍さん。まあ、ハードルはもう、連射とタイミングなんで、結構、簡単にサクッともうクリアしてやりたいと思います。On your mark. Get set. あ、ダメ今の。フライング。On your mark. 今めちゃくちゃいいスタートでしたよね、Get 僕。set. あ、ジャンプしちゃった。そう、これできるだけギリギリで飛ぶといいんですよね。水にあんまり入らなければ入らないほど加速がいくんで。よいしょ、よいしょ。いや、これ、あ、ジャンプしちゃってる。これ敵が結構速いぞ。いけるかな。あ、今のジャンプすごくいいです。よいしょ。あ、こけた。 OK。 これなんか敵めちゃくちゃ速かったっすよね。さあ、こけずにいけましたね。で、次がね、難所なんですよ。鉄棒ですね。T 久保田さん。さあ、久保田さん頼みますよ。このですね、鉄棒の、まあ、攻略法っていうのはあんまり僕も自信持って言えないんですけど、A ボタン連打で左側のパワーを貯めてですね、溜まった状態で B ボタンで技を実行しますので、なのでもう連打しまくって、このパワーが溜まってる状態で、B ボタンを押しまくると。まあ、中にはですね、ポイント高い技っていうのもあるはあるんですけども、まあ、そんなね、余裕がないので、とりあえずね、もう連打しまくって技を出しまくるっていうのが一番だと思いますね。さあ、でもこれどうかな。6.50は多分ね、普通にやれば超えると思うんですよね。もうそろそろフィニッシュ来ると思うんですけど。あ、来ましたね、フィニッシュ。 今ちょっと着地危なくありませんでした。さあ、これね、これでポイント下回るといきなりゲームオーバーですからね。マーチェリー87、ハードルが、2分25秒。6.0。危な！鉄棒が6.60。いや、コンマ10上回りましたね。危ない危ない危ない。さあ、騎士ビジョンでネクストイベント。さあ、5日目ということで、こっからがですね、決勝ですね。
さあフェンシング、これですね、5発連続で受けずに当てないと金メダル取れなかった気がするんで、ちょっとね本気でいきたいと思いますね。でここで一気に内に入る。まああとはこの中段突きをずっと連打でも勝てたりはするんですけども、さあなんとかよ。これたまにね事故るんですよこれ。いけかな、 OK。 さああと1回どうかな、 OK。 華麗に決まりましたね最後。これでまあ間違いなく金メダルいけると思うんですよね。でメダルの色ですね、一番最後のカタ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 いうタイプライターの時しか分からなくて、メダルの色が分かんないんですよね。さあ3段跳びいきますよ。さあいけっかな、ファールはしたくない、いいよ。48度、これいいよ。50度前後はいいんですよ、これいけんな、よっ、あ、いい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 い。 17m70 か、相変わらず飛び跳ねてる姿が可愛いんですけど、これね19メートルぐらい飛ばないと金きついんですよ確か。もう一回行きたいな、17、これ50ぐらいキープしたい、結構いける、いいいいいい、いったんじゃないか、あーいけないか。18m07cm、これそう考えると予選って結構飛びましたね僕ね。いやーこれ緊張するな、 19m いけるのかな。 45 50度ぐらい、悪くないな、最後いったんじゃないか、あ 19m45、 いやーこれはいったでしょ、嬉しいな、やったー。次が、自由形の 100m ですね、渡辺さん。でこれですね、相手に勝てば確か金メダルだった気がするんですよね。あースタート遅れたか、これがちょっと連打をして呼吸を残しつつ、危ない、あー悪くない、勝てんじゃないかこれ、勝てる勝てる、 OK。 いやーヒヤヒヤするな、結構ギリでしたね。でこれで多分ね3つ金メダル取れると思うんですよ。どうかな、フェンシングゴールド、トリプルジャンプゴールドで、フリースタイルゴールド来ました。3つ金メダル獲得しました。よしよしよし、とりあえずは、1日目 OK ですね。さあエキシビジョン飛ばして、じゃあ次6日目ですね。いやー高飛び込みか、いやーこれねー 7.0 は超えたいんですけど、金メダルなー取った記憶がないんですよね。ちょっと今操作するの忘れてました、やばいかな。さあどうしようか、よしちょっと連打をして、よいしょと、どうかな、7って、あ結構良くないですか。まあこれでメダル確定でしょう。あとはこれ8点で銀で9点台で金かな、どう、あーダメか、5点台、ラストツイスト、あーしまった、伸ばしてない、いやーそうだよね、いやー4点台、これちょっと銅メダルっぽいですよね。さあクレー射撃ですね、高澤さん、これですね、まあラウンド4まであるんですけども、各ラウンドミスが1回ぐらいしかできないんですよね。まあ相変わらず僕は遠くが苦手なんですけど、
さあ真ん中、タイミングタイミング、これどうか、 OK、 遠い、あったか、遠いの苦手なんだよな、これミスりたくない、危ない、今ずれたでしょ、今ずれましたよね、危ない危ない危ない、さあ真ん中ちょっと左、これも大丈夫大丈夫、遠いよ、あーっくー、あーやばいな、予選がむずい、予選じゃないか、本戦ですねこれ、よいしょ、さあこれ見せれない、見せれない、 OK、 よいしょよいしょ、もう一回よ、よし、これは全部いける気がするぞ、あ遠くが苦手なんですよね僕、あ危ない、もう見せれない、もう見せれない、もう見せれないよ、よし、危ないな、ずれましたね今、さあこれでクオリファイ超えないとな、最低それで銅メダルって感じかな、よし、とあと危な、今の痛いぞ、よし、あと4発全部打ち抜かないと、真ん中来い、あーいけるいける、あと2発 OK、 ラスト、あ危ない危ない危ない、いやーなんとかギリギリですね、いやーこれもな、銅メダルかな、いやーハンマー投げ清原選手、まあ、これはもう裏技使いますんで、とりあえず90メートル台出したいですね、ちょっとこうぐるぐる回して、で光ったらゲージを下げます、でポンで80度、ああ80メーターじゃない、90メーターだ、これでもう金確定じゃないですかね、であとはちょっとガチでやってみますね、回すでしょ、回す回す、これねパワーがここまでしかいかないんですよ僕、あー厳しいか、 26m、 いやーでもこれ通過の距離が 60m ですよね、これ結構無理ゲーだな、これ得意な人いたら教えてほしいな、これ何度、いやこれむずいっすよね、十字キーをグリグリ回すのが無理すぎる、さあ注目のメダルの色ですね、6日ファイナル、ブロンズ、クレシャギブロンズ、これはもうゴールドでしょう、いやー、苦手なんですよね僕あの2種目、くそー、まあ気を取り直して次行きましょうか、7日目、テコンドーですね、テコンドーもですね、これも、まあ、普通にダメージ少なめで勝てば金だった気がするんですよね、ちょっといきますね、中段蹴りを駆使しつつ、これ中段蹴りだけでいけるかな、たまにこれ回し蹴りがドカッと入ると一撃 KO ってあるんですけど、結構調子いいぞこれ、あんまり食らわずに勝てそうですね、あ決まりました、あーでもそんなに体力減ってないですね、あともう1回ぐらいで倒せっかな、立つか立つか、もう1回ぐらいですかね、あ倒された、カウンター気味に入りましたね、
さあ、あと一発か。オッケー。いやー、でもちょっとダウン、こっちが、ダウンしてしまいましたからね。大丈夫だよな。これで銀メダルとか、ちょっと悲しいですよ。いや、これ、最後のタイプライターまでメダルの色がわからないっていう仕様が困りますよね、ちょっとね。はい。じゃあ、松川さんの棒高跳び。まあ、とりあえずもう、6メーターいっぱいでいっぱいできますね。これもミスらなくてぴょんぴょん飛べば、普通にね、金メダルいけると思うんですよね。よっ、あ、危ね。オッケー。今危なかったですね、今。突っ込みそうになりました。これ、何メートルで金なんだっけな。とりあえず、飛びまくりたいと思うんですけど、どこまで飛べるかやってみようかな。あ、いやー、いきりすぎた、ボタン押しちゃった。これでも結構飛ばないと金メダル厳しい気がしたんですけど、よいしょ。あ、ちょっと僕のタイミング遅いかもしんないですね。あんまりこれ油断するとちょっと怖いな。で、多分もうこれで銅メダルはもう確定だと思うんですよね。よさあ、あとはどこまで飛ぶかですよね。さあ、ボタンの押し、こ、危ない。あー、ダメか、今の。やっぱりちょっとなぁ、ボタンの押すタイミングが遅すぎる。ちょっと早めに押す？早めに押しすぎるとダメだな。危ない！あ！あー、ダメかぁ。さあ、ラスト。これ飛びたいなぁ。あー、むずいー。ダメか、なんか、大丈夫かな、メダル。あー、そっか。さあ、矢島さん、カヌーですね。カヌーだー。4800ポイントですよ。まず、前、で、突っ込んで、下がる。結構今順調です。後ろで、で6番でくるっと回りたい、くるっと回りたい。で、危ない、あー、ダメか。で、後ろのまま行くでしょ。で、ぐるっと9番、ここがむずいんだよな。で、10番、で11、次で、次お尻から、あっ、詰まったな。詰まりましたね、今。14で、ここはぐるっと狭いとこもあるか。あー、ちょっと大回りして2分は切れるのか。あー、1分51秒。いやー、そうか、これ何ポイントぐらいだ。あとはもう、あ、4800超えた。このコースはもう大体回れるんで、あとはね、僕スピード勝負だと思うんですよね。3、下がる。で、頭。今のうまい。うまい。さあ、ここで、お、ぐるっと回って。前行きすぎた。あー、しまった、通過してない。で、後ろままで、ぐるっと9番、で10番は普通で、11、次ここだよ、後ろ。あー、微妙か。あ、今のうまい。さあ、15、ここぐるっと回るよ。回って、うまい。1分45秒。
これどうだ？いやでも5000ポイントはきついか？どうですかね？ 4940。いいじゃないですか、これは。さあ、7日目、ファイナル。テコンドーが、金。金。ああ、シルバー。ああ、そっか、さあ、銀メダル。いやー、なんか、カヌー、もうちょいで金取れた感じですよねー。あー、そっかー。アーチェリーかー、苦手なんだよな、これも。さあ、ちょっと、どうかな。まあ、この30メートル地点だと、まあまあ、ポイントは取れるんで、さあ、ちょっと右側に風が吹いてるんで、どうかな。あ、強かった、今。あ、これいいんじゃないかな。OK。悪くない、悪くない。30メートルの地点で28ポイント。これいいですよ。さあ、どうかな。あー、ちょっと弱いか。ただちょっとな、8ポイントでキープしたいな。これちょっと調子いいかもしんない。いいだろう。OK！ いやー、30メートルに続いて50メートルも28ポイント。このままポイントを稼げば金も夢じゃないな。とずれましたね。とはいえ8ポイント。やばいな、いい意味で。結構調子いいかもしれないです。で、ちょっと下げて大丈夫か。82ポイントですね。さあ、ここなんだね。100ポイント超えたいな。ちょっと上すぎた？角度足りないのか。しまった、角度が足りないんだよ。まずいですね。角度がさっき1等だったんで、これでいけるかな。ギリギリじゃないですか、ギリギリかー。さあ、障害ですね、ハードル。まあ、これはもうジャンプのタイミングだけですね。連打はとりあえずもう連打パッドが何とかしてくれるんで。さあ、いきますよ。これ転ばなければ、もうほぼ金いけると思います。よいしょと、123、123、123、123、123、危ないな。123、123、123、あ、おないか。OK。よし、これは金メダル確定じゃないでしょうか。さあ、これですよ。鉄棒です。これでラストだな、久保田さん。これ8点以上取んないとゲームオーバーですからね。まあ、とりあえずもう頑張るしかないというか、運を味方につけるしかないですね。とりあえずパワーを貯めて技出すと。技出す、技、技、結構なんか綺麗に決まってる気がする。技、技、よし。そ
そろそろなんか着地する、着地、あ、フィニッシュ来たか。あ、結構良くないですか、今の着地。いい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 いね、いいいいいい。さあ、結果。アーチェリー？あー、どう？金。どう？あー、ギリギリ。まあ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 、まあよかったのか。まあ、うん。またここでね、空気読まないエキシビジョンがあるんですが。さあ、一応はこれでですね、コナミックスポーツインソールの、これがね、一応エンディング画面に、なりますね。いやー、お疲れ様でございました。結構疲れましたね。最終的な結果としては、金メダルが7個、銀メダルが1個、で、銅メダルが4つですね。いやー、そっかそっか。で、これですね、確かですね、金メダル何個とかに限らず、これエンディングはね、確かこれね、一緒だったはずなんですよ。確かですよ、確か。はい。いやー、なんかね、銅メダル4つってのがちょっと惜しかったですよね。はい。で、これが、エンドロールですね。いやー、金メダル10個は取りたかったなー。まあ、これがですね、今の僕の実力かなっていうところで、あー、悔しいですね。特にですね、高飛び込みと、鉄棒ですね。何か、あれの、うまい攻略方法というか、高得点の出し方とかですね、もし何かご存知の方がいらっしゃればですね、お教えいただきたいですね。まあ、またね、これはチャレンジしていきたいと思います。はい、ということでございまして、長時間にわたりましてご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。